シュプロイヤーホフ通り北側で入り口地図シュプロイヤーホフ通りはドイツバーデンビュールテンベルク州ロイトリンゲンにある街路最強部の道幅は31センチメートルでギネスワールドレコーズに世界一狭い通りとして認定されているシュプロイヤーホフ通りに掲げられた名番9番地の建物を南側から見た絵が描かれているシュプロイヤーホフ通りは ロイトリンゲンの旧市街にある全長50メートルほどの通りである。北東南西方向に伸びており、北側はマウアー通りに定時路の形で直行する。街路を基準にすれば、北側の出入り口部分に所在するシュプロイヤーホフ通り9番地の建物が街路に大きく張り出す形で建っており、向かいの建物との間がボトルネックとなっている。この長さ点八零メートルの区間が、 街路の最強部で幅は31センチメートルしかない。二つの建物の隙間が行動とされていると表現した方が把握しやすい。この街路は1726年の大火でこの地区が海人に返した後、1727年に再建された際に作られた。市当局の記録において行動として扱われており、公式の都市計画図などにも名称が記載されている。 シュプロイヤーホーフ通り付近はもともと、ロイトリンゲン病院の穀物倉庫があった場所で、このボトルネックも火災の際の避難路や牛乳配達府の近道として用いられていたようである。通りの北側で入り口付近。左側の家屋が9番地の建物この通りは、ロイトリンゲンで一番狭い通りなどとしてかねてから地元では知られていた。ロイトリンゲン観光公社のターニャウルマーの提案により、 2006年2月に計測された道路幅のデータによってギネスワールドレコーズへの申請が行われ2007年に世界一狭い通りとして認定された。なお、それ以前はイギリスエクセターのパーラメントストリートが世界一狭い通りとされていた。この通りは観光名所となり街路の入り口には世界一狭い通りを示す名板が掲げられている。 2012年に行われた報道によれば、9番地の建物が老朽化のために崩壊の危機に瀕しているという。普段のボトルネックも9番地の建物が傾いているためにより狭くなっている。9番地の建物の所有者は改修を考えておらず、買い取り手を望んでいる。建物が崩壊したり、買い取り手によって建て替えが行われた場合、 シュプロヤーホフ通りを有名にしている、このボトルネックも消滅する可能性がある。このため、ウルマーラ関係者は、世界一狭い通りの維持のために奔走している。ありがとうございます。